はいはい、今日はボブスレーの日野真奈美さん、えー、ディスポのメンバーになっていただいているので今からインタビューしたいいと思いま,す、えー、とまず1個目のインタビューは、はいえー、いろんな競技のアスリートがいるので、はいえー、それぞれにその競技自分がものすごくエネルギーや時間を費やしてきているその競技の魅力を。 なんであんなのを押して氷の上で思い切り走ってるわけ <laughs> みたいなそのボブスレーの魅力を正解というよりはうん,うんなんだろうあ日野さんが感じる魅力でいいからをちょっと言語化してちょっと喋ってほしいわけです。どうですか そうですね、なんかなんであんな競技やってるのってよく言われるんですけどね、私も最初、ボブスレって競技知らなくて、うん、あの本当にたまたま誘われて始めたっていうのがきっかけなんですけど、うーんやっぱりやればやるほど奥が深くって、<お>なぜなら、なぜならはい。 えっと本当にたそうですね、100、最高速度で150、60キロ出るんですよね。で、体感速度が600キロぐらいとか言われている中も、<ー>私はこう、乗り物に乗って、こうソリに乗って、運転する、あのー、役割なんですけど、 それでコース取りをこうしていくっていうのが役割でやっぱ何百何十キロ出てる中でこう失敗がたくさんあってこう2センチとか3センチぐらいをこう調整しながら滑っていく、うん、でその何だろう,うん完璧い絶対成功して滑れることがないのでこう常にこう課題を見つけながら滑っていくっていう追求する面白さと試合何何メートルを何秒ぐらいなの 大体コースによっても違うんですけど 1500m から2 0 0 0メートルぐらいのコースなんですね1つのコース。で世界で今16ぐらい多分コースがあるんですけどコースによってその例えば直線が長かったり大きいカーブがこう何 m4m ぐらいの高さのところこうあったりとかこう右右右とか左左左ってこう続いてったりするコースもあってそのコースによって全然特徴が違うんですよね。 ああそうか、だから世界記録とか別にあるわけじゃないんだね。<あ>そのコースでの一番を決めるのであって。そうですね、やっぱり天候も違いますしあの雨、雨降ってる日もあれば、雪降ってる日もあれば、すごい暖かい日も寒い日もあるので、全くそのそのうですねコースレコードっていうのは一応あるんですけど、まあ、参考にはならんわな。ならない大会の一番を目指すと。そうです、そうですね。誰が一番。え、なんかやっぱり、なんだろう。 死ぬかもしれないんですよだから死ぬぐらいの気持ちを入れてスタートラインに立つんですよ。<う>で恐怖もあるし自分死ぬかもってもうかもしれない中で自分に勝つ,つというかう心を整えて絶対大丈夫みたいな<う>大丈夫じゃないですけどまあそうですね。フラフラこう 死ぬかもとか思いながら本当に滑ったら本当に死ぬのでやっぱりそのスタートラインまではこう不安をすごい抱えながら正直いるんですけどスタートライン立った時には自分が一番早く滑れるって思って強い気持ちでこう望んでいくその心の整え方は、まあ、苦労もすごいするんですけど楽しかったですねなんかそういう心の動きを平均何分ぐらい置いてるんですが<え>平均 50秒ぐらいから1分10秒ぐらいの間ですね。ああぐらいなんですね。うん、です。うんだからそういうこう落ちてる間は恐怖なんですか楽しいんですか。あもう動き出したらもう怖いって言った瞬間思った一つ何だろうから頭の中にちょっと浮かんだ瞬間に、はい、もう絶対転倒します。絶対転倒する。絶対転倒します。だからもう本当に<う>いや恐怖心なんですよ。本当にもういつ死んでもおかしくないから。 でもその中で本当にスタートライン立って動き出した時にはもう本当に強い気持ちで自分の成功イメージしか考えないですね。でもなんかそんな死ぬかもしれないのになんで夢中になっちゃうんだろううん、え、なんかこう、うん、なんだろう。 やっぱもう完璧に滑れないんですよね、こういう,すすこうコントロールが何百キロも出ながら自分でコースライン探しながら滑るのでこうゴールしたときに、うん、完璧だって思ったことが一回もなくてもっとってもっというか、ここがもっとこっち側から2センチ左に入ったらもっと加速がつくんじゃないかとか。 やっぱ十何個カーブがあるので1個ここが成功したとしても次滑り出したら次の後半のカーブ失敗したとかでそこがもっとうまくいけばこうもっとうまく滑れるんじゃないかとかあと1日2本しか滑れないんですよどこのコースもだからたった2本しか滑れないので1日だから何本も何本も練習もはいはいはいでもそれ以上滑ったら集中力もなくなるって 本当にイメージトレーニングがすごい大事だったりコース滑る前はコーチと私はオランダ人のコーチだったんですけどオランダ人のコーチと2人ででコースの中を歩くんですよねそれで歩きながら今日はここの天候もここだし氷の状況はここだから今日ここのラインを滑っていこうとかじゃあこうやってやっていこうって組み立てながら2人であの。 きいうの,今日の作戦を立てるんですよね。で、それで本。インスペクションだよね、インスペクション。あ、そうです、コースインスペクションです。はい。<ー>で、滑って、コーチが見ていて、自分の感覚と、えー、っとコーチが見てのこう差を埋めながら、もう一本だけ滑るっていうのなので、いっぱいそす。それは、あなたしかやらなくて、その、大きくて、ガンガン走る人はやらなくて、その、舵取りのあなただけがやるのあ、そうです。 そのボートで言えばコックスみたいな。あ、そうそうパイロットっていうんですけど、パイロットって。うはロットがそのコース取りをするんだ。はい、そうです。一センチ、二センチのそのコース取りをあなたはどういう姿勢でやってるんですかどういうし乗り方ですか乗り方。乗り方は長座ですね。長座。 はいこうやってハンドルがあるのでハンドルこうやってコントロールするんですけどハンドルがあるのあそうなんですそうなんですバスのつり革みたいなのがこう2つあってそれをこうひ、まあ、引くとウォブスレーの下のこうランナーって言われてるスケートの歯の部分にそれをコントロールしながら滑ってコースラインを滑っていくんですけどなんかこう上手に滑るのが私たちじゃなくは求めてなくてとにかく速く滑らなきゃいけないので。 カーブに対して、えー、っと上手じゃなくて加速するようにどんどんカーブをしながら加速しながら加速しながらっていうのをイメージしながらとあと自分が170キロ出て G が 8G ぐらいかかるところがあるのでだからその G に逆らうとボーンって飛んでっちゃうんですよコースアウトしちゃうからその,そのラインに合わせ G を合わせながら あのコントロールしなてはい、百何十キロをこう向かっていくから例えば全部で例えば15個のカーブがこうあったとしたら8カーブぐらいで転んでも8カーブが悪いわけじゃなくてその3つか4つ前のカーブの何かが失敗してるのがおつりが来ておつりが来てそれが耐えられなくて8カーブとかで転ぶんですよ。だから完璧を求めてんだね そうですはい私転ばなくてもとにかく早く滑らなきゃいけないのでそこのラインを追求したらなんか、ね、あれなんですよあの転ぶか転ばないか死ぬか死なないかの一番ラインが一番早いのでだからもう常に自分との恐怖心というか戦いででも遊びでやってるわけじゃなくてやっぱ勝負したいからもうほんと賭けに出るんですよねえ何人乗りなの女子は2人乗りなんですよえ君ともう一人ってことはいはい で私はもう運転し出しちゃったら私がパイロット、うん、運転するのでもし大きい事故が起きたら私の責任なのでそれを後ろの人はもう命を私に預けて乗ってくれてるのでだから私はもう絶対責任だから中途半端な気持ちでは絶対できないからこそ、まあ、チームとのこう あの本当にこう信頼関係もあるし私も責任持ってもう本当に毎日毎,毎回気を抜かずできる準備はすべてしないと絶対後悔するから相手の人にもリスペクトっていうかしなきゃいけない。もう一人の人はどうやって座ってんの後ろの人はえっと足を前に出してちょっとここ今見えないですけど、うん、こう捕まるところがあってずっとこうやって下向いてます。 ああ抵抗かかんないようにはいいもうあの動かないですその人が一応でもその最初のスタートの馬力初速を出してる人なんでしょ そそうですそうでですす体重があって私たちのそりって200キロぐらいあるんですけどその200キロのそりをこう一瞬にして50メートルぐらいの期間なあの長さの中でとにかく加速するんですよですでだからその後ろの人は体重があってその100キロのそりを一瞬にしてバーンって出せて走力がああってあなたは幼いの私も押すので私ももちろんパワーと総力 と、瞬発力とがないとだめでで乗り込んだら私はその運転する方なのでえっとそのなんていうかあのあ空間認知能力みたいなこう自分がこうどこでどういうふうになってるかとかどっちの方にこう矢印力のベクトルが向いてるかっていうのがこうか体で感じながらそこを狙っていくみたいなそれは<の>トップの,その死ぬかどうかを狙わなければ、はいその 日野ちゃんの後ろに、はい、その僕を乗せて上し下まで死なずに降りることはできるの、はい、<laughs> どういうことですか私がの運転でってことですか運転で僕がただ後ろに乗ってなんかしがみついてるだけでもな、はい、後ろの人はあのとにかくそり押してくれたら乗り込んだら動いてる間は特に何もいないので役,役割っていうかもちろんずっとおも,おもりになるというか。 あの一緒に滑ってるんですけど特にこう技術的なものは動き出しちゃったらないのでそれはだからこういう全くの知らないただのおじさんが紀、はい、のちゃんを信じて体験したいって言ってのスピードを体験す,、はい、することは可能なの 怖い,けどね、いやいやでも本当にやっぱり取材とかで結構あの乗ってくださるメディアの方とか<ー>、ま、芸能人の方っていうんですかもうたまに来るんですけど<ー>なんかすごいあのうーんマジそんなこと聞いたら行きたくなくなるじゃん。<laughs> それ頼むよ。ええー、でも安全運転で、あ、だから、なんか、例えば、私とかも、後ろに、あの、乗ってもらったことがあるんでしょ、選手じゃなくて。うん、そういう時は、安全に滑ります。あの、<や>安全運転で、あ、まっと、安全運転っても百七十キロ余裕で出るんですけど。あの、その、うん、めっちゃ攻めるとかじゃなくて。決まってんじゃん。<laughs> やめてくれ。はい <laughs>、すごい速いジェット。あ、でも、なんか、ちょっと、面白そうだね。 うん、だから、そうですね、奥が深い競技だなっても思いますし、すね、やっぱりそのち、そのなんていうのかな、チームの信,信頼感というか、1つになるっていう、全然役割は違うんですよね、私は運転するから、後ろは押すって、でも、そのどちらが欠けてもダメですし、お互いが信じて、片方が、片方いないとダメっていう、2人の力を合わさって、1つになるっていう。 死、うん、死ぬかかなないいぐらじゃあもうそこまで聞いちゃうとあれだけどそのまあどんなメンタリティーが必要ですかって言われたら、はい、一言二言で言うとしたら、まあ、今いっぱい出てたけど、はい、例えば僕がトレーニングしてるんだとその揺らがずとらわれずそうです自然体な平常心のフローな状態、うん、まあそれを子供に分かりやすく言うと機嫌よくっていうことなんだけど、はいはい、別にその。 超ご機嫌で乗れるわけではないが大きい意味で言うと揺らがずとらわれずなその心の状態みたいなものだというのがまあ僕があらゆるアスリートに普遍的に言ってることなんだけど、うんはい、あえてその日野さんの言葉でどんなメンタリティが必要なんだボブスレーはって言ったらどういうふうに言語化するのうんありのまま。あ やっぱなんかここねねちゃうととだってこと、ね、そうですねもういっぱい私はそのやっぱり11年競技やったんですけどずっとその競技の中でもその気持ちの面でやっぱりいろんな感情やっぱ死ぬかもしれないとか<ー>やっぱりよ弱い部分もやっぱりあるからあるので不安になっちゃったら本当に終わるし。 ういうだから試合で例えば1本目と2本目で1本目がすごい成績良かったら2本目を狙いすぎちゃってどでって沈んでいっちゃったり逆に1本目がす,すごいダメだったのに気持ちがリラックもうダメだーって思って失敗しちゃったっていうのを受け入れたら2本目がすっごいよくて。あるよな はいだからそのバランスがもう常に、まあ、いろんな状況もあるじゃないですか例えば、うん、自分の前の選手が転んでしまってスタートがこうコースのちょっと手直ししなきゃいけなくて急に空いちゃった時に自分がもう30秒までスタートする準備をしているのに急に15分空きますな<ー>時の,その気持ちの持っていき方とかこう作り方とかもだからやっぱり,周り本当にとゆゆ揺らがずとらわれず。 まあご機嫌ではちょっと言えなかったんですけどでもやっぱりどんな状況でもどういうポジションにいてもどんな恐怖があっても得意なコース不得意なコースでも常に自然体で自分を信じてありのままのとにかく今の自分ができることにフォーカスして気持ちを持っていくみたいなことのそういう気持ちを。 だい,い,いろんなこうなんだろう失敗しながら、まあ、それこそなんかメモとかいっぱい取って自分のタイプを知ってこういう時になったら過緊張するとか<ー>こういう時になったら全然やる気が起きないじゃあその時にここまで自分の気持ちを持っていくためにはじゃあ何,がしてる何をしたらここに持っていけるのかとかなんかやる気過緊張の時ってあのなんだろうなよりを。 こ,しここのところまで沈めるより、ね、今日はやる気がないというかどうしても何か引っかかるものがあってここら辺に持っていこうが、ね、すごい難しくて私のタイプはだからその時にじゃあどうするかみたいなことを常に自分で考えながらなんかそういうのは教わったりとかはなかったの,あのあなんかあのサポートはやっぱり受けていて。 はいだからやっぱり自分を知るっていうどういうタイプかう、ね、どういう時に強くてどういう時に弱くてえー、っとそう,どうだからもうあれですね普段からたった2本しか1日滑れないからこそそのトレなんうのかなこう例えば自分で設定してこういう時だっていう状況を作った上であでトレーニングをしてみたり。 逆に冬の今日冬っていうかボブスレーって冬しか滑れないんですけど冬じゃなくて夏の間も例えばこう何でもいいですよスクワットでウェイトトレーニングする1回とかのただほ普通に見てたらただ1回なんですけど私はそれはボブスレーに例えて、えー、と状況設定をしてじゃあこういう状況ってなった時にトレーニングをするとかなんかそういう使い方をして気持ちのこうコントロールの仕方みたいなのをなんかずっと毎日やってました。 えー、すげーなーいやすごくはないですけど、でも、なんか、うん、すっごい気持ちいいです、まあ、どの競技もそうやと思うんですけど、気持ち一つで全然競技成績が変わるので、ねえー。ぜひ見に行きたいわ、今度連れてっては。え、ぜひ。やらんけど。<laughs> <laughs> やらんけど、見てみたいし、えー、競技者の話もっと聞いてみたいなと思ったえっと、はい、話変わるけど、じゃあ、 そういうことに夢中になった日野さんの子どもの頃ってどんな子供だったんですか子どもの頃は私ボブスで18歳からの競技なんですよ。ああで19歳で私は始めたんですけどああえっと小学生の時は北海道で育ってスピードスケートが盛んな地域で育ったのでああはいスピードスケートでえっと世界オリンピックに行ってる人がたくさんいたので。 周りで、だから私も<ー>私のチームも多分オリンピックをみんな目指してたチームだったのであ<ー>まあそういう形で私も上を目指して毎日じゃあスピードスケートはやってたんですけど毎日練習してましたほぼもう1年のうち毎日朝も4時半とか起きて朝練してたりえ帯広ですかはい。だからもうほんと自分たちのチームで1位になれば日本で一番なれるっていう環境だったのですごい練習してたなーって 思いそれはどうしてそのご両親はどんなご両親だったんですか、えー、もう運動のスパルタだったんですか全然ですよく聞かれるんですけど父さんもお母さんもと父も母も本当普通の、うん、<laughs> 何にも代表歴もないですし <laughs> でどんなその日野さんの小さい頃のうの、ん。 子供にはその声かけしてたよ、おお父さん、ね、お母さんん母だったのなんかやっぱりチームがあの本当、厳しかったのであの、本当にスケートのことはもうチーム内で終わらせるっていう感じで、練習もつらかったし、試合の振り返りとかも、あのまあ、チーム内では多分やってたと思うんですよ。 いいタイムが出た、えー、勝った負けた1位になったとかってあったと思うんですけど、うん、家に戻ればうちのお父さんもお母さんも一切よくても悪くても何も言わないあ,<ー> <laughs> あったのでいい、ね、まあそれが私は多分救いだったと思います。ね、よかったね はいですし、なんか私、ちっちゃい頃本当、いろんな習い事してたんですよね、<う>スポーツだけじゃなくて、なんかピアノとかもずっと5歳くらいからやっていたり、<う>なんかこう、水泳やったり、バレーボールやったり、なんかこう。それは、あなたがやりたいって言ったことをやらせてくれたっていうことなのそうですね。 あのやりたいって言ったらやんなーみたいな <laughs> もう自由に北海道の育った感じですよねだからはいはいやりたいことを本当にやっていったなーって思うでもディスポのアスリートみんなの共通点はそれだからほぼあ本当ですか、はい、みんな,なんかあんまりやいや言う人はほとんどいなくて、えー、あなたがやりたいならやればっていう系の親が多いね そうですかな本当本当に自由に伸び伸びなんかもう本当に公園に行ったら夜暗くなったら家に帰ってくるみたいな、ね、走り回ってみたいな本当に自由に育って自由その体感体験がね基本的にはこのご機嫌の僕がみんなにやりたいことをわかる感性が、うん、やっぱり生育歴の中で親に なんていうのかな体験として持たされてるんですよね枠組みの中できちっとやらされてる子供たちじゃないんですよ<ー>感覚的にはね,でねこれを基地は認知的じゃないですか<ー>もちろんトップになればなるほどそれはきちっと1ミリもずれないようにはしていくんだけどもともとの生育歴はそういう親に その自由でいいよっていう、あなたが思ったことをや楽しくやりなさいよって言われてる人たちが多い気がするね。ああ、本当ですか。あとはなんか私やっぱ本当に家に帰って、今日のスケートはここはダメだったよとか、こういうもっと練習しなさいとか言われたことが一切なくて、いいね、家に帰ったら、スケートの話も、その時子供の時陸上もちょっとやってたんですけど、陸上の話もしない、何の話もしないっていう、そういう。うん のがすごい、本当にす救,い救われた。そうだね。よかった。いやいや、言われるとまたしんどくなるから。ああ、そうです、そうです。なんか、よくても悪くても、まあ、一生懸命やってるならいくか、みたいな。それ最高です。<laughs> 素晴らしい。<laughs> 本当に素晴らしい。<laughs> 非認知的な声かけだから、それこそ、ね。ああなんか楽しかった、ね、えっとじゃあ次は、はいえっと、まあ、その、心の表現は本当にいろいろな表現があるんだけど、見えないものを言語化して言うからね。はい その自然体っていう言い方ももちろんあるしフローっていう言い方もあるしまあ究極のゾーンみたいな言葉を使う場合ももちろんあるんだけどまあとりあえず僕たちはまあ子供にその分かりやすく伝えたいっていうことが一番あるのでご機嫌っていう言葉にまあ今は表現してるんですけどは、ねはい、そのご機嫌っていうその言葉自体は今今のその日野さんにとって何、うん、て言うんですかねこうどういう 感じですかその今今のこう<今>なんていうの,その今今までほら現役の時の、はい、その現役の時のメンタリティその死ぬかもしれないっていう感じのことを言ってたけど今こうしてご機嫌っていう言葉が来たら、はい、今のその 日野さんにとってそのご機嫌という概念を聞くとどんなふうな解釈で今は捉えますか、うん、でもあまり変わらないですね人間らしく生きていけるとか<う>なんだろう本当に心が豊かになるとか動心動くとか<う>あとはなんかあれですよね本当そうちそこは全然ブレてなくて競技,や、まあ、競技やってる時はまたちょっと別でかもしれないですけど。うん なんか本当自然体とかありのままとか伸び伸びニコニコみたいなんかそんな感じだったそうかはいこれは今じゃあみんなにまあこのご機嫌を広めていこうとした時にはいそのなんでご機嫌の方がいいんだってみんなに言いたいですかなんでって言われたらいや本当に学びだよねはいそう、うん なんだろう。なんでご機嫌にな、なるからいいんだですか。そう、ご機嫌はなんでいいんだって。ええー、なんか自分らしく入れるから。ああ、そうだよな。はい、私。これが素直に言えるあなたが素敵ですね。あ <laughs> そうなんだよ。<laughs> いや、なんかやっぱり私やっぱ振り返って、まあスピードスケートも。その後、ちょっと怪我しちゃって、陸上やって、陸上でも怪我して、結局五分数でやっちゃったんですけど。どの競技でも。 やっぱりすごいやっぱりまあ、怪けがが一番多いかななんで自分だけ怪我しちゃったんだろうとか何で自分だけこれで怪我したことでできなくなっちゃうんだろうってやっぱ周りと比べたことがあって、うん、できる人そうそうそうやばいねうんそしたらやっぱすごい苦しくなっちゃったこともあるしやっぱすごい悩んで 本当にいろんな心の動きはいいことだけじゃなくて悲しいこともたくさんあったんですけど悩んでねでねねそ言ってきたゆえに言えるってこと、ね、そうですもう本当別に私そんないい子でもないし強くもないんですけどうんでも何て言うんだろうやっぱりうーん、まあ、そこから失敗っていうか,なんかこう辛い思いしたから学んだこともたくさんあるから全然否定はしてないんですけど。うん でもだからこそなんかその本当究極になった時に私が怪我して入院して動けなくて車椅子で生活した時に人と比べてた時に周りの人の本当に一生懸命頑張ってる姿とかをある時自分のチームメートの姿を見て あ私ってなんか人と比べてるなってすごい衝撃を自分で自分自身に思ったことと、うん、なんかこう敵って相手じゃなくて自分なんだなってすごい思って本当の敵っていうんですけどいつもなんか1位になれとか誰だに勝てとか言われ続けてきてたのでじゃなくて自分がダメになった時に本当究極になったらそれの方が大事だなってすごく周りを見て思ってその、うん、時に自分に勝ってるかって自分で問いかけた時に負けてるぞって思って そうだからなんか人と比べるよりほんと今できることとか自分の周りじゃなくて自分が今日できたことが明日もうちょっとできるように、うん、なんか自分がそれでできたからやったって思うこの積み重ねでななんんんんか復活してたんですよねう花江ちゃんと一緒だなえ誰ですか なえちゃんと一緒けがから学ぶことが本当は私はけがすごいしまくってるんですけど、うん、そこから大きいというか気がつくことっていうかな気づくことが多くてだからこそもちろん勝負しなきゃいけないのは順位もつくからもうそんな綺麗事じゃないというかこう勝負かけに行かなきゃいけないところもあると思うんですけど。 でも本当、周りにとらわれずっていうか、あのなんかどうしても頑張っちゃいすぎるとか、緊張しすぎたら、多分自分の力以上のものを自分が出そうとしちゃってるから、やっぱり緊張もするからこそ、そね、あの本当、ありのままで自分がまま、ね、そうできることを全部出すみたいな、その結果がよくても悪くても後悔はないみたいな、なんかそういうことだね。今ご機嫌で 生きるために今なんか大切にしてること今のももちろんつながってると思うんですけど、はい、今自分がご機嫌な生活を送るために心がけてることとか、うん、なんか大切にしてることはまあも,もちろん今の考えも継続なんで、はい、一生比較してても人ってご機嫌にならないから今いやでも変わらないですけど<じ>なんか。 うまくいかないときがあっても、例えば、それでもいいやって思うようになりました。んなんかこう、そうね、あそのまま受け入れるなんかできない時もあるよねじゃないですけど、あのそれこそ結果にとらわれない、ね、じゃなはい。なんか本当に、うーん、すごく。 そんなうまくいく人なんていないよと思う。<laughs> そう外側に起こる出来事を結果を含めて外側に起こる出来事に何ていうか抗わないっていうか、うんうん、その曲の言うとなんで雨なんだって言って言ってる人と同じだからまあそうだよね、はい、雨降ることもあんだからそうそうなんかそういう時もあるよみたいな。なだけどじゃあそれで投げ出すのではなくて。 なんかこう今やれることを自分なりになんか一つでもいいからやってみようとか、なんか人間ってなんかわかんない。私は特になんか全然弱っちいので、なんかやっぱり、なんていうのかな、やっぱりすごい今日はやる気ないなとか、今日は無理とか思う時やっぱあるんですよ、どうしても。ね、でもそういう時にも、 そういう時もあっていいかなみたいな。そうだね。そういう日もあっていいし、そういう時はパーって休んで、またやる気が起きたら、よし、やってみようとか。わかるわかる。うん。なんか、なんかそういうなんかこう、人間らしい感情に、こう。 揺るがずとらわれるってわけではない。ちょっとそういうとこ揺れてるのかな。でも、なんかこういう人間らしくそ素直に巻き込だでる、ね。そうですね。そ感情が起こることもそうだから、うん、まあだからそれに抗わないってことだよね。うんうん、本当にそう。なんかそれ、それでよしみたいな。何でもよしみたいな。日本人はそれをよしとするのがすごく苦手、ね。うんそれで常に反省して、そんな自分はダメだっていうことが、頑張る原動力、 成功への道だってなんか教わっていくもんね。うん、そうですねで私、なんか競技選手やった時にオランダに入ったんですよ。うん、あオランダチーム入ったんですけど、うん、だからその人たちから学んだことってすごくあって、ああそうなんだ、はあ、で私、オランダのあオランダチームにも入っての、日本人に足りないものを全部兼ね備えてて、私がよしと言われたことが全部向こうでだめって言われたんですよ。いい経験だねそれ、はあ いや本当になんかそれこそ頑張りすぎたりとか、ね、オンとオフのこの切り替えとか今だとまたちょっとオランダの教育についてまたゆっくり話したいけど今日時間がないからんだけど <laughs> 小平奈緒さんもオランダに行って何かすごく自然体な小平奈緒ちゃんになってるもんね、はい、いや本当になんか心が豊かな人が多い 何かじゃあ一言だけだけどそのオランダの教育ってそのすごく非認知的なことを大事にしてるフィンランドもそうだけどうん、うん、日本の教育ってもう認知的な教育しかしないから、はい、こう一見真面目で硬くて頑張る力はあるんだけど、うん、なんかその自然体が弱いっていうか、うん、その日本の教育について何か一言思うことある今今感じること。 反省しすぎる反省して、ね、うか課題をマイナスに捉えすぎてるような気がします。ーーはい、じゃなくて課題とかあと苦手なものがあの苦手だって思いすぎてて私は苦手なことがあってもいいし苦手が強みにすればいいと思ってるんですよ。なのに、うん、なんかダメだとかできなくてなんかもっと頑張んなきゃいけないって思ってる人。 ののがが日本の教育なな気がするなす、ね、まあそれだけじゃないと思いますけどあの何て言うのかなあのできなくてもみんなと違ってもいいしそうだねあのそれはすごいあのちょっと長くなっちゃうからあれですけど、うん、オランダのそれこそ学校とかも見せてもらっょ教の小学校てオランダはもう毎年行ってたんですけどああ夏とかはもうずっと合宿したり引退してからも。 向こうにちょっと留学してることがあって、<ー>はい、で,で、向こうの現地の、あのまあ、例えばオラ,オランダのオリンピック協会連盟みたいなとかを、ボブスレーの連盟とかもと一緒に過ごしたり、あと現地で、えっと、その小学校私、学校の先生になりたかったんですよ、昔。そうなんだねそうんですこうボブスレーやっちゃったから、話がもうちょっとおかしくなっちゃったんですけど、<ー>だから教育っていうのにすごい興味があって。 で、現地で知ってる人にた手伝あの教えあの連れてもらって、現地のオランダの現地校に結構行かせてもらって、見学とか。 で先生にどういう教育をしてるのとかどういうモットーでこう大事にしてるものって何とかなんかそういうのが結構聞いたことがあっていや素敵と思ってこういうところがそうだったらなあちょっとそれ今度ゆっくりオランダの教育について今度ゆっくり時間取ろうあいや本当にいいとかです本当にいいと思うもう本当にそう非認知的な教育なんだよライフスキルのねのはいだからそこがま間違えちゃってるけどいやだからなんかそこでその自分の違いっていうかあ これが正しいいわけじゃななんだなってこう自分が生きてきててたものっていうのをすごいガラッてそのオランダチームに入っていい話、うん、なったからすごいそれは私の人生にす大きく影響を受けてると思います。ね、あと2つで終わりです。はい、えっと、まあ、ディースポの僕がこう掲げてるこの理念に賛同してくれてあなたもそうだけどアスリートがこう今集まってまたもっとどんどん増えていってほしいなと思うんだけど、はい、今30人いて。 その選手週同士の交流会とか勉強会で集まったときの、はい、なんかみんなの印象はどんな印象ですか、そのー,ースポのアスリートたちの印象は。なんかやっぱりみんなでも外側じゃなくて内側を大事にしている人の集まりなんだなって思っていて、ね、私もあのそうじゃない人って結構いるじゃないですか。 アスリートの中でも同じ競技やってももっても、ねはい、そんなの大事じゃないみたいな人たちもやっぱり出会ってきてるのででも私はやっぱり昔から、あのー、すごい疑問を感じていて。 でやっぱりボブスレーって競技で死ぬかわかんないみたいなところでやっぱ気持ちの大事さとかまあオランダにも行ってオランダでやっぱ心の大事さ自分の軸をありのままに素直に生きるみたいななんかそういうのを見てやっぱり心って大事なんだなとかあの生きていく上でなんかこう人を大事にしたり相手の気持ちを思いやったりとか何かそういう心の教育って大事だなって思いながら引退してからもしててで日常の生活でもやっぱり人を大事にしたり相手の気持ち 気持ちを考えたりなんかそういうのをすごく引退してからも毎日そういう感じであの人と接してるので、うん、そういうのを大事にして私は生きてるので、うん、だからディースポの人たちってみんなそういう人たちばっかりだったからあこういう人たちいるんだってあ<ー>あのすごい思ったしう、ね、なんか、うん、あの競技が全然違ってもあの共通で、まあ、スポーツでも生きていく人でも全ての人にはやっぱりこう 内側の部分っていうのを大事でまいいんだみたいななんかそれは間違ってないんだっていうのはう、ね、あの、ね、再確認もできたしあのそれこそご機嫌ですそうだねまだまだマイノリティでね <laughs> メジャーじゃないけどやっぱりこの生き方が大事にしてる人は少なからずいてしかもその人たちが成績もちゃんと出していたりちゃんと社会で生きて、はい 物事を考えてるっていう人たちがいることが安心だしこういう仲間がいるっていうのはすごく心強いねすごく僕もいつもなんていうのかな安心感があるなってまず思うよねここの人たちがね。はい、うんんじゃあ最後、はいえっと、今後のまあビジョンえー、っと日野愛美ちゃんが愛美、ま、さんが 今後なんか今思ってることを今後こういうことをやっていきたいなと思っている今後のビジョンをはちょっとなんかこういうこと今取り組んでいるこういうことをビジョンとして持っているこういうふうになったらいいなこういうふうにと思ってるっていうのを最後に聞かせてほしいんだけどどうですかど,どういうことですか ?D スポでってことですかじゃなくてじゃなくてあなた自身て日の学で。 <laughs> あのそうですね、今、私、引退して、まあ、いろんな人と接して、いろんな人との関わり、うんまあ、アスリートも子供も大人もビジネスマンもみたいな形で、うん、競技終わってからあの海外の人も含めてですけど、まあ、いろんな人とで出会って、いろんな人から学んで、吸収してる時期なんですよ、うん、今、うん、だから、まあ、これからはこのアウトプットしたいなと思っていて。うん うーんなんか具体的にこれっていうのはないですけどやっぱり私どこかでやっぱ学校の先生になりたかったっていうか子供の教育みたいなのにすごいやっぱり興味があって何か,その,だからその何かができるようになるってことは教えられないんですけど本当にこうそれこそできなくても大丈夫みたいなみんなと一緒じゃないからダメって思ってることが結構多い気が今子供に関わることが結構多くて、うん、なんかそういう子たちを。 そのままでいいんだよとかみんなと違ったっていいんだよとかすごいそれが強みになるんだよってことをあのーしうん、なんだろうなこう。 自分を認めてあげられる子をたくさん育てたいんじゃないけどそういう子たちに関わっていくことができたらいいなってすごい思ってますねなんかじゃあもう本当にディスポの今度12月の末も見に来てくださるけど、はいはい、その時まあ話も最初は一緒にさせてもらってで、はい、子どもたちがどうなるのかっていうのをぜひ見てもらって、うん、子どもたちのとこにまあこれからいろいろ一緒になるべく行きましょう。 あはい、もうすごい楽しみです。どん、ね、一緒に行きたいですね。<laughs> 学校の先生になりたいのか。あ、すいません、でもちょっと慣れなかったので、<laughs> ちょっとバブスレ始めました。<laughs> 学校の先生になっちゃうと、日本の教育カリキュラムをやんなきゃいけなくなるから、<ー>結局こういうことは教えられない可能性があるから、はい、これからの時代にこのオリンピアンとしての肩書きを使って、子どもたちに本当に教えなきゃいけないこと、他の人が文科省の カリキュラムじゃあ教えないことを教えるというよりは伝えてて体感しもそうですねいや本当とに何か私今子どもたちと接することが結構多くて高校そう引退して六 6, 6年くらいかなやってるんですけど、うん、やっぱり子どもたちのそのフィードバックを見ると。 なんかもう10年とかぐらいしか生きてないのに背負ってるものが多すぎるなってすごい感じていて、ね、なんかそんな頑張らなくていいんだよとかそうそうそうもう目標でみんな生きちゃってるからもう,もう背負いすぎてるから、うん、そうそうもっとだからもう,う,う楽しく毎日生きてたら大丈夫だよって言ってあげたくて <laughs> それがそれをじゃあ結びの言葉にしたいと思います。はい <laughs> ということでオンラインサロンも来週ありますしあの、はい、お願いします。 願いしますまたあのオランダの教育ちょっと行もうぜひぜにお願いします。また連絡するから。はい、ありがとうございます。ということでインタビュー終わりです。ありがとうございます。ありがとうございます。ごきげんよう。ごきげんよう。